はい、排水川のね掘りざらいが終わりましたので、また今度も戻りですね、戻りの側のあぜの修復になります。でここはね、まあ何回もここ動画で言ってるんですが、毎年ねあぜが崩れてしまう田んぼです。で、これも原因は分かってるんですけどね、除草剤の使いすぎです。で除草剤ね、毎回毎回あの手刈りをしないでね除草剤かけちゃいますと、もう根っこがなくなっちゃってね、土がボロボロでね、はい、毎年こちら側にね土が崩れちゃうんですけどね。で、あの弊害としてはこのこちら側にね、崩れてしまうので、どんどん曲がっていっちゃいますですから、そうですね、カメラから言うと左側が竹志農場の土地で、右側がね、隣の田んぼなんですけど、どんどんこのあぜが隣の田んぼの方に曲がっていっちゃってね、竹志農場の田んぼの面積が増えてきちゃいます。とは言ってもね、じゃあ増えた分一列余計に植わるかっていうと、そういう問題でもないんでねまあそれでね、しょうがないんでね、隣の地主さんがこの曲がってる方から土を上げて掘り、あぜ作ってくださいっていうふうに言われたんでね、まあ毎年この上がってる方のねこの際の土を取ってね、なるべく戻すようにしてるんですけど、やっぱり何十年もかかって曲がったところなんでね、なかなかねまっすぐになってはないです。でもまあここは本当ね気持ちいい、せめてね、このあぜのギリギリをねスコップ入れるようにしてます。よいしょ。やっぱりよいしょ。はい、じゃあ、上をね固めながらね、はい、戻ります。よいしょよいしょ。今日はね午後風がちょっと出るのかなって予報だったんですけど、思ったよりも風吹かないですね。はい、こんな感じでね、続けていきたいと思います。動画の方はね一旦止めます。はい、よいしょよいしょ。結構ねいい運動です。今2時10分なんでね、そうだな、3時から3時半ぐらいまでやって終わりにしようかな。今日はちょっとスタート位置までね戻れないですね。半分か3分の2ぐらいやったところで終わりになっちゃうと思います。また明日もね天気いいんで明日もやれるんでね、まあ無理しない範囲でやっていきたいと思います。動画の方はここで一回止めます。はい、今ね2時50分ですね。まもなく3時なんですけど、もう今日はねこれで上がって、母とねちょっと食料の買い出し行かなくてはならないので、そちらへ行ってきたいと思います。で大体全体の半分まで行ってないな、4割ぐらいですかね。あと6割残ってるんで、明日その残りをやって用水路の掘りざらいですね、そんなのができればいいなと思っております。お付き合いありがとうございました。